TC-90 第202教育航空隊の TC-90TC-90 TC はビーチクラフトキングや C-90 を軽機飛行など広報訓練用の練習機として改造した機体。海上自衛隊の第202教育航空隊に28機配備されている。初期に導入された機体から退役が始まっているが、現在も調達が続いている。また海上自衛隊では、 多様機として派生型の LC-90 を配備している。かつては連絡輸送機として海上自衛隊の各航空基地に1機ずつ警告機配備されていたが2008年までに第61航空隊に集中配備されている。かつては回転翼機過程に進んだ訓練生も広報訓練は TC-90 で行っていたが景気飛行に対応した。 t h 百三十号の導入により t c 九十での訓練過程を廃止している。アメリカ海軍でもキングエア c 九十をベースにした t 四十四を大型機パイロットの訓練用として配備している。地図基地で展示中の第六61航空隊所属 l c 九十、かつては連絡機として第一航空軍第一航空隊、第二航空軍第二航空隊、 第5航空軍第5航空隊、第31航空軍第91航空隊にも配備されていた。国風に2016年5月、日本から最大5機の TC-90 をフィリピン海軍へ優勝対応することが両国間で合意した。自衛隊装備の多国供与第1号となる。南シナ海での監視能力強化を図りたいフィリピンは、 P-1 への置き換えで余剰機が発生する大型消火機 P-3C を希望していたが、運用に高度な能力を必要とし、維持費も高い P-3C に代わり、より扱いやすく維持費が安い TC-90 の移転が前年から検討されていた。TC-90 は対戦、対水場ともに消火装備を持たないため、 導入した状態では目視による海上偵察と飛行訓練しかできないが、フィリピン海軍が連絡機と兼用するブリテンノーマンアイランダーに比べ、作戦行動範囲が約2倍となり、後部にレーダーなどの機材を積載する余裕もあり、大幅な能力向上が見込める。防衛省においては人道支援、災害救援での能力向上を挙げている。当初は、 無償や格安での譲渡が検討されたが、日本の財政法は、国有財産の無償供与や実勢価格より安く、売却することを禁じており、モデル C90 の中古市場価格である3000万円での売却を求めた日本と、無償供与を求めるフィリピン側と折り合わなかったため、対与という形となった。2017年3月27日、フィリピンの首都マニラ近郊、 カビテ州の海軍基地で TC-92 機の引き渡し式典が開かれた。2017年5月に成立した改正自衛隊法で中古装備品の無償供与が可能になったことを受け、すでに対応されている2機を2018年3月末に無償譲渡するとともに、新たに3機を追加で譲渡することで合意している。2018年1月31日、供与された TC-90 が、ルソン島西方沖のスカボローショーなどへの初の紹介飛行を行った。偵察飛行中に、フィリピンの漁船4隻、中国の船5隻、中国の沿岸警備艦4隻が発見された。追加分散機は3月に移管。2018年5月30日、追加分散機のうち3機目が運用を開始した。自衛隊はより多くの TC-90 を、 供与した意向である。ありがとうございます。